とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もデイリークエスト行きます。今日の3はここだけ、みたいですね。サボテンだね。ここはあんまり好きじゃないんだけども、報酬はなかなかいいよね。ガントレットあるし、勇者のアーマーある、ショートボウもあるし、グリムアーマー、なかなかいい。ただ出てきてくれるかわかんないけどね。変更点も、まあ、そんなにきついやつではないんじゃないですか？ハスクと毒の雲。まあ、とにかく、行ってみましょう。それでは、行きましょうか。まあ、ハスクで、近接の敵が多くなるっていうことで、これはね、やりやすいと思う。うん。このツタのアーマーで、近接の敵はね、結構無効化できていけてるんで、大丈夫と思う。ああ、ただ、そうか、ここはジオマンサー多いか。ジオマンサー嫌い。うん。でも、近接の敵に関しては、全然、大丈夫だわ。いける。近寄らせる前に、倒していけてるんで、大丈夫かな。まあ、ただ、結構、敵は強そう。マジで。本当に。ここだけちょっと注意していきましょう。ここはおそらく、キャプテンも、ちゃんと6体。え、安いと思うけど、何今？何があった？ジオマンサーの爆発？わかんない。まあまあまあいいや。とにかく、このまんま、進んでいきまーす。お、珍しい。締め具が、出ました。エンチャント的には、あんまり良くないね。旋風衝撃波はあるけど、一番左が結構微妙。微妙だな。また締め具出た。珍しい。締め具2連発。次は？これは全然ダメだね。うん。話にならないぐらい弱いですね。よし。一回やり直しました。死んじゃった。なんだ？あ、15% が略奪者に変わるってやつね。それは大丈夫。まだ奥にいそうかな。拝殿のやつらばっかりだからさ、近寄りたくないんだよね。よしよし。あーもう！よーっしゃ！オッケー。いないかな？この先は。いや、なんか若干見えたな。ほら、いたいたいた。よし、来なさい。俺のツタのアーマーで絡め取ってやる。よし、いい感じだよ。いい感じだよ。いないね。帯電系はいないな。オッケー。よっしゃ。あとはこっちのもんか。うわー、ひどい数だ。ひでえ数。よし、倒したー。さあ、次は何が来る？モブの速度 50% かな？全然大丈夫。じゃあ、このまんま、行きましょう。今回はクリアする。あー！落ちるな。これ、落ちる場所が多いとこ俺嫌いなんだよね。いや、多分、カバンビルドしてる人は、みんな嫌いだと思うんだけどね。動きにくいんだ。まあ、とにかくここ、上に上がる前に上部分を全滅させていくとだいぶ楽だからね。 OK、 もうちょっとある程度全滅させていきましょう。わー、いや、ほんとここはね、いいアイテムがいっぱいあるな。さっきね、パープルストームも出たのよ。素晴らしいアイテムがここは結構出てきてくれそう。まあまあ、エンチャント次第ではあるけどね。はい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 。近接はもう全然、任せてちょうだいよ。ただ、あと一個だね。あと一個、変更点何がつくか。それだ。一番ついてほしくないのは、こっちの攻撃力が、下がるってやつ。うん。
俺の攻撃力が 40% とか、もう 60% 下がるやつはもう最悪ね。あれがついちゃうと、ちょっとクリアできないかもしれない。でも、それ以外だったら、いける。うん。いや、むしろこの状態になったら、ナイトモードが、結構嬉しいかも。うん、ナイトモード来てくれた方が嬉しい気がするな。あぶねえ、死なねえな。よし、行くぞ。あぶねえ。なんだ、え、いやー、モブの HP180% アップ。もう、嫌なやつが来た。嫌なやつ、ほんと。うわー、モブの HP がだいたい3倍か。これ辛いぞ。まあまあまあ、こっちワンパンはされないからね。そこだけはまあまあまだマシか。いや、でも戦いにくいな。もうクリーパーとか特に。でもまあ近接はね、一応この防具でほぼ無効化できてるんでいいんだけどね。でも嫌なやつ、本当に。よし、で、あとは脅威が3つで終わりだね。うん、もうこのままクリアしましょう。あれ、終わり、やばいやばい、終わりかも。でもまあまあ、うん、うん、いいか。一応4つは出てんだよね。いや、まだ先にまだある可能性もあるしね、もしかすると。うん、うん、まあそれをちょっと願おう。はいはいはい、まだいるんかい。まだいるね。いやいや、 180% アップは敵がめちゃくちゃ硬いし、ちょっと待って、痛いぞ。おまだ、おい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 、なんだそれ。大丈夫、まだいける。いやー、勝って。よしよし、ツタでなんとか無効化してくれ。よっしゃ、はい、あと2体か。よし、勝てー。むちゃくちゃ硬い、なんだこれ。よし、終わり。いや、やっぱ終わりっぽいね。マジか。ちょっと一回戻って見てこようか。悔しいな。いや、ないね。一番最初のところまで戻ってみたけど、ない。うん。ダメだ。クリアします。クリア前に、ちゃんとこれを着てからね。いきます。どんな真実出てきてくださいな。自分の目で確かめるしかない。いや、いいアイテムはね、途中途中出てるんだけど、こう報酬だよね。報酬で3つ、あ、4ついいのがある。シメグ、パープルストーム、あー、機械仕掛けもあるね。そしてウィザーのアーマーもあるし、あと勇者、英雄、その辺も出る可能性があるんで、うん、まあ期待しときましょう。うん、まあとりあえずいいのが出てきてくれないと話にならないからね。で、その後エンチャントだ。英雄の254。うん、まあ HP が200万ぐらいのやつかな。次来い。外しいか。しょぼい。ああ、ずるしいか、しょぼいな。ああ、まあまあ、途中で出たのを見てみましょうか。守護者とかなかなかいいよ。うん。ああ、でも、エンチャントはいまいちだな。破滅も、ああ、ダイナモがあるから、まあそこそこ使えなくはないか。パープルストーム、ダメだ、エンチャントがよろしくない。うん。こっちの破滅もいまいち。英雄、ダメ。うん。英雄はポーションバリアがついてないと話にならないんで。
ダメです。はい、ということで、なんかね、悔しかったな。まあ、とにかくまたね、デイリー毎日やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。